旅人さん、秘密を教えてあげる。実はね、夜になるとモンドにはお化けが出るんだよ。しー、誰にも教えないでね。みんなが眠った後に暗いとこから湧いて出て、セピルス騎士の姿で人を騙すの。クレイはね、反省室からその足音を聞いたから、ドアをドカーンと爆破して悪い奴らを追い払いに行こうとしたんだけど、クレイの目の前に現れたのはジン団長で、捕まっちゃった。本当に本物かな。絶対絶対誰にも教えないでね。お化けの話はガイアお兄ちゃんが教えてくれたの。クレイだけに教えてくれたんだよ。ガイアか。クレイが堂々と反省室から脱走できるよう仕向けたのか。最近騎士団は子供の教育に甘すぎるんじゃないかしら。